覚えているわ。あの夜、たまたま窓辺から星空を眺めていた私は、ふと不思議な感覚を覚えたの。まるで私が星空を見ているんじゃなくて、星空が私を見下ろしているような。孫秀、孫秀、聞いている。ジャッカルから報告がありました。ウサギのプロジェクトの実証実験が成功したとのことです。ご指示を。子供たちは落ち着いたのか？ええ、先日子供たちのためにキャンプの計画を立てました。みんなキャンプで見る星空を楽しみにしています。そうか、それは確かに楽しみだろう。渡りガラス、鳥はなぜ飛ぶと思う？君の意見を聞かせてくれ。それは、私個人の意見としては、鳥はもともと飛ぶことができます。だからなぜなんて疑問は存在しないでしょう。君は間違っていない。だが渡りガラス、子供たちの前でも君はその答えを口にするのか？いいえ、あの子たちはそんな答えなど望んでいませんから。あの子たちの前だったら、そうですね。鳥は飛びたいから飛べたんだ。それは鳥たちが切り開いた運命なんだと、そう答えると思います。僕も、そうであるように望んでいるよ。
渡りガラス、何か私に話したいことでもあるの？さあな。この先には天命との境界線がある。本当にお前に何かを伝えたいならとっくに話をしているさ。クーちゃんたちは元気なのよね？もちろん。というよりむしろ少し元気すぎるくらいだ。この間なんか別荘に帰ったら壁紙にいろんな落書きがあってな、その中に地面に転がってる棒人間がいて、それが私だってあの子たちに言われた。機会があったらまた顔を出すといい。クーたちはお前のことが大好きだからな。ええ、約束するわ。ところで天命やネゲントロピーの方に連絡は入れたのか？まだよ。直接会って話す場面じゃなければ何を言えばいいのかまだわからないの。おや、こういう時だけまた昔の名誉嬢様に戻ってしまうのか？はいはい、冗談はやめておこう。ここまで送ってきたが、別れはいずれやってくる。これからの道はお前一人で歩くことになるんだ。先に失礼するぞ。孫主自らに指名された任務がまだ山ほど残ってるんでな。待って、今ケビンが自らあなたに任務をって言ったの？想像できないだろ。私もだ。だが孫主の前で自分を過小評価するわけにもいかないからな。とにかく今の私の手には汚い仕事がいっぱいなんだ。はい、蛇に投げることもできないしな。汚い仕事？いや、お前が思ってるようなものじゃないぞ。なんというか、ちゃんとした肉体労働ってところだ。ますます怪しく聞こえてるわ。なんだ、組織の一員じゃなくなったっていうのに、冥王嬢様はヨルムンガンドの事業計画の心配をしているのか？冗談を言ってるわけじゃないのよ、渡りガラス。もともと、何かを急いでるようなケビンの行動に違和感を覚えてたの。このまま何もわからない状態で戻っても全く助けにならないわ。おお、それでどうするつもりだ？あなたを尾行するわ、渡りガラス。せ、へえ。ハイペリオン、起動変更完了。中継信号追跡、安定中。本艦は月周回軌道に入る。メインエンジン停止。よくやったわ、アイちゃん。ソルトレイク基地の指揮センターに接続して。学園長、ティアナ予想外だったでしょ。朝ごはんを済ませた後、テスラ博士と交代するために指揮センターに向かうアインシュタイン博士を見かけたからついてきたんだ。こんにちは、テレサさん。
うまくいっているようだね。ええ、おかげさまで。出発する前に、まさかハイペリオンに重力模擬装置を搭載してくれてたなんて、想像もしなかったわ。お礼ならブローニャに行ってくれ。エデンの星の複製品を利用した区域重力システムの開発をしていたテスラ博士に協力してくれたのは彼女だからね。つまりそれって宇宙にいても飛行機に乗るみたいな体験ができるってこと？ええ。おかげで大気圏を飛ぶ今までのハイペリオンよりもずっと平穏だったわ。昨夜はセーフレイヤーの職員寮に戻ったんじゃないかと思うくらいよく眠っちゃった。お褒めに預かり光栄だよ、テレサさん。ネゲントロピーの前身、天命の北米支部はエジソンが民間のために創立したんだが、エデンの星で民間用の機能開発を試みたのはこれが初めてだ。エデンの星、ブローニャが教えてくれたんだけど、それってネゲントロピーが天命から独立した時にとても重要な役割を果たしたんでしょ？そうだよね、博士。フリーダムトレイルに沿って行け。そして夜中にレキシントンを訪れろ。確かにエデンの星がなかったらネゲントロピーは今の規模にならなかっただろう。天命と戦っていた頃のネゲントロピーの目的は、最大の脅威とは行動しないことの一言にまとめられるが、そういう脅威に有効的なのは初戦の勝利という基礎だ。だから戦っても僕たちを全滅させることはできないと当時の天命に信じてもらう必要があった。だからベルトは断りの律者の力で変装して活動してたんだよね。あのオットーを騙すのは簡単なことじゃないもの。ああ、でもどちらかというとあの極めて難しい形成の中でネゲントロピーが徐々に立ち上がっていくことができたのはフランク教授がいてくれたおかげだろう。当時の僕たちは教授を頼りすぎてしまっていた。だから彼女が突如この世を去った後、ネゲントロピーは非常に混乱したんだ。すまないテレサさん、気づいたら昔話に夢中になってしまってうっかり本題からそれるところだった。構わないわ。ネゲントロピーの視点から歴史を分析する博士の話は私たちにとってとても勉強になるもの。断りの律者も空の律者も多種多様な可能性がある力を持ってる。ネゲントロピーと天命の経験を融合させたらチームとしてもっとパワーアップできるわ。確かに。そういえば長光さんもエデンの星にとても興味があるようだ。彼女の実験室と情報を共有し、共に第9の神の鍵の可能性を探ろうと考えている。それってつまり今後全く違うエデンの星が見られるかもしれないってこと？ああ、その可能性はある。各プロジェクトの進捗とともに協力レベルも上がってきている。願望としてエジソンがかつて考えてたムーンライトスローン計画も実現できそうだ。
だから、キアナ、せっかくの機会だし、僕たちの宇宙演習を見学していくかい？計画によると、今日は新宇宙砲撃と艦外戦闘の二つを行う予定だ。面白そう。でも、後でヴァルキリーの機動戦術の訓練があるから、ずっとは見学できないかも。アラン、デュランドルよね。最近彼女は、様々なヴァルキリーの訓練にあなたを連れて行くだけじゃなく、厳しい育成計画まで立てたって聞いたわよ。うん、天命最強のヴァルキリー、本当に優しくてすごい人だよね。でもなんというか、もう少し訓練量も優しくしてくれたらいいのに。ははっ、って言ってる場合じゃないわよ。相手はあのデュランドルなんだから、サボりたいって気持ちはさっさと捨てなさい。よかったわね。ああ、超空誌にいた頃と比べたら、まるで別人のようだ。若者の成長は早いからね。あっという間に親もびっくりするくらい大人になるんだから。ところで、アイちゃん、演習の準備作業はどうだった？ハイペリオンはいつでも行動可能だよ。では今日の演習計画をもう一度繰り返そう。僕たちが決めた計画書にあるように、今回の演習の目的はハイペリオン無人化回収後の新宇宙巡航システムおよび全自動作戦システムの検証、そして我々の指揮部門の戦闘配備能力を上げること。演習スケジュールによると、今日の主な演習科目は新宇宙砲撃、艦外戦闘および電磁ステルス巡航だ。まずは単独で訓練を行い、その後科目同士の連携能力を検証する。じゃあ艦外戦闘から始めましょう。アイちゃんはその後の二つの科目に対して、あらかじめ必要な準備しておいて。どうやら、テレサさんは演習をかなり楽しみにしているようだ。後輩たちが成長していく姿を見て、先輩として、ただ越されるのを黙って見てるわけにはいかないでしょ？確かに、頑張るのに老いも若きもないという言葉もある。それに僕たちはまだまだ若いだろう。一般人が着用する宇宙服は非常に重い。だから律者、融合戦士、聖魂覚醒者だけが宇宙で敏捷に戦える能力を持っている。それと無重力状態での艦外活動は自身の動く方向をコントロールするのが難しい。そのため重力模擬装置もそういう作戦に必要な条件の一つとなる。しかしそれらの難題を全部解決したとしても
僕たちは宇宙の低温環境を変えられない。だから作戦スタッフ、つまりテレサさん、行動中にあらかじめ設置した熱放射装置から離れすぎないように気をつけてくれ。現時点の演習条件においては訓練用機構を仮想敵にするしかない。長光さんの実験がうまくいけば、もしかしたらより良いターゲットを実戦訓練に導入できるかもしれない。テスラ博士はそれに興味津々で、遠恋相手にあらかじめ名前を用意したくらいだ。デスカトリポカからウィツィロポチトリまで。何なの？その名前。最終ウェーブの敵の設置が完了した。お疲れ様、テレサさん。艦内に戻ってしばらく休憩してくれ。後ほど他の演習科目を再開しよう。やっぱり艦内が一番居心地いいわね。アイちゃん、冷蔵庫にゴーヤジュースはまだ残ってる？いっぱいあるよ、テレサ艦長。でも、さっきの高校に少し問題があったの。問題？ここを見て。今朝からハイペリオンの実際の進路と理論的予測による進路にズレが発生し続けてるの。そういうズレは最初はかすかなもので、正常で自然な変動と大して変わらなかった。でも30分前からこの図表の一番右側だけど、ズレが系統的なものになってる上に、ズレ自体もどんどん大きくなってる。それってそういったズレがハイペリオンの正常な巡航に影響を与えてるってこと？今のところ手動で進路を矯正すればこの問題を解決できる。でもそれがずっと続いたら安全面でリスクがあるよ。最悪の場合、ハイペリオンは極めて危険な状態に陥るかもしれない。渡りガラス、こんな電波も飛んでないような場所でヨルムンガンド関連のスタッフがスマホの手配を希望したって本当なの？ほら、自分で見てみるといい。この箱に一体何が入ってるの？さあな、私の意見が聞きたいなら、ただのスマホだと思うぞ。一般の配送業者に渡しても問題はないはずだ。なんだ、開けて調べたいのか？
確かに普通のスマホね。レンジ場にも変わったところはないわ。箱は弁償するから。私はもうヨルムンガンドの一員ではないんだし、わざわざあなたたちのルールに従わなくてもいいでしょ。本音を言うと、今ならコズマの気持ちがわかるよ。だがライデン・メイ、あらかじめ言っておくが、私にも職業倫理というものがある。もうヨルムンガンドの一員じゃないとお前がそう認めたなら、私もこれ以上お前に話すつもりはない。でも手がかりを教えることを拒んでるようには見えないわ。そうな、たまたま同じ場所にいて、今までの数ヶ月間でちょっと仲良くなっただけかもしれないだろ。ライデン・メイ。やっぱり教えておくよ。成婚計画はもう完成していると言える。今なんて言ったの？だから具体的な状況や原理はわからないが、今私がしてるのはおそらく成婚計画の後始末だ。正直に言うと、そう言われた時は私も驚いた。今のお前と同じ顔をしてたと思うぞ。おかしいわ。天球史の後、ヨルムンガンドは大規模な実験をしていない。だからケビンはただ行動の準備をしてるだけだと思ってたわ。その考えが私たちの盲点だよ。盲点？どういうこと？ジャッカルが人体実験を諦めたの？それともハイヘビが慈善事業でも始めたとか？ウサギだ。ウサギ？この名前を聞いたことがあるだろう。名前くらいだけどね。問題ない。私も似たようなものだからな。ハイヘビの話によると、ジャッカルがいろいろ試してた頃、ウサギも彼女なりに全く違うやり方で成婚計画の実行案を練っていたらしい。そして私が話したように、今計画は全体的に最後の一歩というところまで来た。それで彼女は一体何をしたの？百聞は一見にしかずってやつだ。もう少しでわかると思うぞ。何をしているの？夢を待ってるんだ。夢を？ああ、文字通りの夢だ。ヨルムンガンドの技術を通して、彼はいつでも夢に入ることができる。でも、それは成婚計画と何の関係があるの？そう焦るな。すぐにわかるさ。
これは彼の夢は聖魂空間と一体化した。それがウサギの言い分だ。お前は律者なんだから自分でその真意を検証できるかもしれない。検証？お前はさっき私が彼に渡したスマホを検証しただろ。私は雷の律者よ。四季の律者じゃないわ。そうだったか。だがついてこないなら私は先に失礼するぞ。私を尾行するんだろ。この扉は10分ほど存在する。ついてきたいなら勝手にすればいい。それと後始末も頼んだぞ。何があってもここで止まることに意味はない。ゲルムンガンド、何をしようとしてるのか見せてもらうわ。ネゲントロピーと天命の衛星を使ってハイペリオンの軌道を集中的に調べたんだが、君たちの周りの空間環境に検出できる異常はなかった。おかしいよ。自動運転システムも点検したけど異常はない。感染が規定の進路から外れる原因が他にあるのかな。機械的な問題があって、それが動力に影響を与えてるっていう可能性は？ありえないよ。ハイペリオンのメイン動力システムは全部プログラミング可能な玉鋼の素材に変えたし、問題があったらとっくに検出してるはずだよ。ああ、もしかしたらそれが原因かもしれない。え？玉鋼が問題なの？正確に言うと、問題はプログラミングだ。もしもの話だが、あるジャミング信号をたまたま玉鋼がコントロールコマンドとして受信した場合、機械システムの実際的な反応とコントロールシステムが予期した反応に
一定のズレが発生するかもしれない。そしてそのジャミング信号がずっとそのままだったら、誤差もどんどん増えていく。テレサさん、新宇宙ではハイペリオンはそういった問題を自力で調べられない。直ちに今回の演習を中止し、帰港することをお勧めするよ。まずは低軌道でネゲントロピーの宇宙ステーションに君たちを迎え入れてもらう。その後ハイペリオンの点検を綿密に行おう。わかった。仕方ないわね。このまま帰港するのは少し興ざめだけど、安全の方がもっと大事だもの。愛ちゃん、計画書にあった緊急撤退プランをもとに帰港を実行して。私も環境に残り必要な。やめたわ。あなたとオセロをしても全然勝てないんだもの。うむ、そうだったの？多分その気になれば私に勝てる方法なんていくらでもあるでしょ、メビウス。例えば自分の脳にオセロ用のチップを入れるとか。それはあなたの好きなことでしょ、ウィルビー。うん、確かに。でも別の角度から考えると、君は本当に失敗が嫌いなんだね、メビウス。君の成婚計画は何度も却下されているのに。あれは私の計画じゃないわ。うまくいかないのは、メイが頻繁に崩壊に勝つという定義を直してるから。それだけの話よ。彼女は昔から定義するのが好きよね。そう思わない？前回の5つの平行真理に関する報告だって。下にいた奴らが本当に理解したとは思えないわ。大事なのは、あなたが理解してくれたこと。そしてあなたの目の前にいるビルビーも、半分くらいは理解できているわ。なら全体報告で話す必要なんかないでしょ？アーウィンってば、必死に微積分学を理解しようとする小学生みたいな顔をしていて、かわいそうだったわ。どうして崩壊を定義しないといけないの？それを原始的な概念にして人類を定義した方がもっと便利だと思わない？ん？ウィルビー、今話していたのはあなたじゃなかったの？別にアーウィンたちにゼータ関数のような概念を理解してもらおうとは思ってないわ。スーでも触れたことがない知識を理解するときは時間がかかるもの。でもあの時はどうしてもしなければいけないことがあった。
それは、崩壊は理解できないほど神秘的なものじゃないってみんなに意識させること。崩壊はただ複雑すぎるだけ、それだけなの。きっと崩壊を定義することは人類を定義することよりずっと簡単だって、私はそう信じてるわ。やあ、こんばんは、レイ博士。こんばんは、指揮者。この匂い、またカップ麺を晩ご飯にしたのね。ふん、なに？そっちにだってカップ麺が好きな人がいるでしょ。ええ、でも他に選択肢があるときは自らインスタント食品を選ばないと、そう約束してくれたわ。そんな話は聞いていないわ。計画のバージョン15を取りに来たんでしょ。今サーバーにアップロードしたから、帰ったら確認して。メビウス、その姿になってからあなたは随分と短気になったようね。どうして急にその話になったの？仕事に関して大事なのは何かをすること自体でしょ。人の容姿を批評して何になるの？どうやら彼女もあなたのマジックショーを見てリラックスする必要があるかもしれないわね、ビルビン。わかったよ。今度私がマジックショーをするとき、彼女を招待するから。まあいいわ。これ以上おしゃべりしたって、時間の無駄になるだけだから。せっかく二人ともここにいるんだし。すでに15回も変わっている、成婚計画の話をしましょう。本当のことを教えて、メイ。あなたは一体どちら側につくの？ん？彼女は今私のそばにいるけど。ビルビー、まあまあ、ただの冗談だから。君が真剣に質問してるってことは知ってるよ。だからこそ場を和らげる必要がある。そう思わない？メビウス、私は文明側にしかつかないわ。あのじいさんたちと話す時の話術を使うつもりなのね。私の方が先輩なんてバカバカしい言葉を強調するつもりはないけど。この話をしてる以上、メイ、あなたには説明する義務がある。ねえ、この計画で何を実現しようとしてるの？なるほど。私が成婚計画に尋常じゃないほどの情熱を抱いているように見えるのね。当たり前でしょ？あなたはすでに計画書を15回も直させているのよ。15回も。成功率が最も高い解決策として真剣に扱う価値がある計画だからよ。未来へと残す糸口は大いに越したことはないでしょ。本当にそうなの？
あの大人気の火種計画には具体的な計画書すらないのに。あなただって知ってるはずよ。あの計画はそれ自体の特性のせいで実行方法がさらに特殊になるんだと。そうかもしれないわね。けど2社の差はあまりにも大きい。あなたの中で他の計画は成婚計画のお膳立てでしかないと疑わずにはいられないでしょう。ふむ、一つだけわからないことがあるんだ。ことの経緯が本当にそうだとしても、成婚計画の最初の発案者は君自身じゃなかったっけ、メビウス。あの時それを唯一の希望だと考える人がいるなんて思いもしなかったわ。あなたにとっては確かに少し馬鹿げてるわね。理解できるわ。人類を再定義する方法はいくらでもあるんだから。けどメビウス博士、人類は文明が誕生するための礎石に過ぎない。あなただって否定しないでしょ。人類は所詮知恵を持った生き物に過ぎない。他の植物、動物、微生物と本質的な違いはない。もっと正確に言うと、私たちの体は遺伝子が自分のために作った貯蔵器に過ぎないわ。でも、だったら何だというの？遺伝子でも、輪廻でも、誰にだって造物種に抗うポテンシャルがある。文明？それは本当に具体的な誰かが作った奇跡よりも大事なものなの？でも事実に即して論じるなら、ポテンシャルを引き出せないのが人類の日常でしょ？君自身という特例を基準にして全人類を測るなんてあまりにも傲慢だよ、メビウス。メビウス博士、火を追う蛾の一員として私たちは文明全体に対して責任を取らないといけない。その意味から考えると、個体の命よりも命がもたらす真理こそがより本質的な存在なの。つまり誰がビルビーになったとしても、ビルビーの才能こそがこの世界で最も大事なものってこと？ああ、言われてみれば確かにそうだね。それはあなただけよ。私はもう一人のメビウスにとって代わられるつもりなんてないわ。大事なところはそこじゃないわ。子供と親の関係で考えてみて、メビウス博士。子供と親の精神世界が重なり合うかどうかはさておき、人類の文明は嫌がおうにも次の世代に続いていく。その親の意志とは関係なしにね。
あら、学園長、お昼寝の邪魔をしてしまいましたか？お、昼寝？まだ寝ぼけてるみたいですね。実は、私も先ほど仮眠を取りました。学級担任って大変ですよね。姫子、私たちは。ん？どうしましたか？いえ、ただ、よくわからないの。私、夢を見たのかしら。ハイペリオンで指令を出し、宇宙の奥を飛んでるような。面白そうな夢ですね。そういえば私も最近夢を見たんですが、ちょっと、なんて言えばいいんでしょう。もしかしたら、笑われるかもしれません。え？そこまでのことじゃないでしょ？それはどうでしょうね。受け持ったクラスの子たちが卒業して、学校を出るときに、生徒たちと私が抱きしめ合って、バカみたいに笑って泣く夢を見たんです。それは、考えてみたら、よくあることじゃない。卒業シーズンになると、だいたいそんな感じよ。でも、担任になったのも、生徒たちが卒業するまでずっと一緒なのも、今回が初めてですよ。そう考えると、結構プレッシャーを感じてしまいます。そうよね。問題児だらけだし、本当にお疲れ様。そんなことを言ってくださるなら、学園長、機会があったら、飲みに付き合ってくださいね。それは姫子がゴーヤ酒を飲めるかどうか次第ね。さすが学園長ですね。あ、待って。そういえば、学園長が没収したワイン一樽、まだ返してもらってないじゃないですか。ケチですね。ん？ああ、あれね。多くの木でできた樽でしょ。安心なさい。あたくしがこっそり飲むわけないでしょ。誰かさんがそれをウォーターサーバーのように使うのを阻止して、量が酒の匂いで満たされないようにしなくっちゃ。そうよね。まあ、いいでしょう。学園長、本題に入りますね。今年の体育祭の計画書、ここに置きますから。私、今、何が起こったの？君は今、己の潜在意識を打ち破ったんだよ。おじい様？どうして？緊張しないでくれ。僕は君の潜在意識の一つだ。君が自身を認識するために参照するものに過ぎない。理解できたかい？喜ばしいことだよ。潜在意識のランダムな揺らぎの中で、君は偶然自分が夢を見ているという事実に気づいたんだ。つまり、
今私たちはあの老人の夢の中にいるってこと。その通り。これがウサギの特技なんだ。彼女はドリームキャッチと呼んでる。まるで四季の律者だけが使える能力のように見えるわ。そうだろ。だから前にあの件があった時に孫子はウサギを大巨山に行かせたんだ。でも彼女は律者に興味がないみたいで。お前も知ってるだろ。彼女がゆったりとあそこに現れた時にはもう事件はすでにお前の仲間によって解決されてたよ。本題に戻りましょう。このすべては成婚計画と関係があると言ったわよね。ハイヘビが言うには、今殺伐とした妻子が優しい夢の世界となった。じゃあさっきの老人は。彼はすでに自身が作ったこの夢と何の隔たりもない状態になってる。一体化したんだ。これも一つの人生の存在の仕方だろ。もう一人のハイヘビがよく口にしていた言葉、楼閣は空中に立てるべき、土台をその下に置くことが前提だが、のようにな。それってヨルムンガンドはメビウスが残した道をもとにして人類を再定義するつもりってことよね。そうとも言える。今の成婚計画では旧人類は夢という形で徐々につながり、最終的に新人類の成婚となる。人を成婚にする。その技術は私もよくわからないが、一つだけ確かなことがある。人は己の夢に消え、現実と幻が入れ替わる。精神は物質となり、物質は精神となる。普通の者たちが全部消えた後、ヨルムンガンドはそれを新人類に適した世界に改造する。崩壊エネルギーはあらゆるものの中で自由に流れ、律者は現れない。さっきと同じように、これもハイヘビの言葉だ。子供への脅し文句としても使えそうだな。私の理解で言えば、まるでもう一つの古の楽園みたいだ。人類の夢を全て集中させると巨人を手に入れられる。その姿は一つの星のようで、砂漠の知者からはアダム・ルハーニーと呼ばれている。君のよく知っている言葉で説明すると、精神のアダムというもの。アダム・ルハーニーは天使だが、他の天使との距離はとても遠く、その距離は凡人からは時間と呼ばれている。遅れてきた永久、常識で超えられない堀。人はアダム・ルハーニーを己の夢の産物として考えるが、後者にとっては人も同じだ。我々の寝言のように、その言葉に現在と過去はなく、全ては未来になる。死なず、人のように思考せず、ましてや子孫を残すこともない。
アダム・ル・ハーニーは人の世と神の世界をつなぐ架け橋として永遠にそこにいる。そう、それが聖魂計画の真の意味だ。殺伐としたものでも幻想的なものでも肉体的でも精神的でも、それはあくまで手段であり目的ではない。計画の本質は自分を救えない者たちをきつく縛り付ける一本の鎖だ。彼らを波に流すのも手を差し伸べるのも我々にとってはたやすいこと。今彼らにとってこういった援助は盛大な夢だ。夢の中で彼らはアダムとなり天使となる。彼らにとって現実世界は意味を失い、永遠の夢こそ唯一の真実となる。彼らはもう時間で考えることはない。彼らの夢はつながり合い、共に終焉を超える本当の奇跡を築く。一つの夢をもう一つの夢につなぐことで。想像できないだろ。ちなみにこれはまだ計画の全貌じゃない。ヨルムンガンドによって直接夢とつながることができる人は地球の人口からするとごく少数しかいないから。あの老人はヨルムンガンドの信者の一人だったの。へえ、鋭いな。これ以上話してたら私の知ってることを全部お前に話してしまう気がするよ。もともとそうするつもりじゃなかったの？そう言わないでくれ。今お前に教えたことはハイヘビだって教えるさ。とにかく聖魂計画は完成しつつある。このレベルの情報共有で制限を受けたりしないってことだ。アタリガラス、あなたは本当に？やっぱり今日はやめておこう。この話はこれで終わりだ。それよりライデン・メイ、一杯付き合ってくれないか？簡単に整理してみるわね。今私は自分の夢に閉じ込められてる。そして本当の私はまだハイペリオンで眠ってるって、そう言ったわよね。その通りだ。じゃあこうすればどうなるの？これが普通の夢なら君は目を覚ますか、もしくは次の夢を見るのかもしれない。しかし今の君の意識は明晰だ。だからそのせいで君が完全に消えるというリスクも存在する。つまり私は思考を諦めちゃダメで、この夢のほころびを見つけないといけないってことよね。たとえここに閉じ込められた理由を知らなくても。その通りだ。だが気をつけるんだテレサ。
それが君の夢なら、そのほころびも必ず君自身の弱点となる。気をつけてくれ。奴らが来るぞ。なるほど。 A シリーズのクローンとパールバティ、これからどんな敵が登場するのかなんとなく分かったわ。例えば僕とか？すまない、この冗談は口にするべきではなかったね。君はまだ疑ってるかもしれないが、僕は確かに君の味方だよ。君の意識の奥に存在するオットー・アポカリプスにも善意の半身があるはずだ。その彼はこう呼べるかもしれない。鏡に映ったもう一人の君と。あなたから漂う嫌な感じは、あの人とそっくりだけどね。鏡なのだから嫌われることもあるだろう。なぜなら、僕たちの好む姿ばかりを映してくれるわけじゃないのだから。もちろん、誰かのために弁解しているわけじゃない。一部の人たちにとっては、鏡を操ることの方が手慣れた技だからね。君が気にする本題に戻ろうか。この聖フレイヤ学園をベースとした夢を崩すなら、成功率が最も高いのは、すでに起こった現実に従うという選択肢だろう。教場エリア。そうだ、あれは天命、ネゲントロピー、空の律者の三者が賭けをした場所だ。行こう、テレサ。何が隠されているのか見てみようじゃないか。そういえば、この学園を引き継いだばかりの頃は、それが気に食わなかったの。おや、おじい様の気配に染まっていたからかい？ううん。自分のために物にお金をかけすぎてる年長者が、ちょっと嫌だっただけよ。建設中の学園を初めて見たとき、私はこう思ったわ。何これ？500年前のパブリックスクール？ウィーンの王宮みたいにしてどうするの？でも今はそう思ってないんだろ？ええ、慣れたからよ。フカが話してたように、すでにこれ来たれば、これを休んずるべし。宮殿でもあばら屋でも、実用的であればそれでいいってね。
ああ、やっと着いたね。聖フレイヤの中央聖堂に。ドアを開けて階段を降りると、この学園で最も秘密にされていた場所に着くはずだ。え？どうしたんだい？何かを考えているようだが。一年くらい前に、キアナはここで、律者の力の影響を受けたから。まだその件で自分を責めてるのかい？あなたにはわからないわ。あの件のせいで、聖フレイヤ学園は、最も優秀な教師を失った。つまり、私個人も友人を一人失ったけれど、それよりも、その事実の方がもっと悲しいってことよ。だがそれはもう変えられない現実だ。君にできることは、元気を出して彼女の代わりに前へと進むことだろう？カロスタンでも君たちはその話をしていたじゃないか。本当の困難はまだ来ていないのかもしれないと。何はともあれ、今はこの夢の中で扉の奥にどんな秘密が隠されているか確認しよう。テレサ、アルマニャックのブランデーがあるならここに座って何杯かいただきたいものだ。ご覧、なんて綺麗な木だ。そう思わないかい？あなたは私の夢の中の意識よね。どうして口を開くと本人よりも軽はずみなの？テレサ、ユーモアは健康にいい影響を与えるんだ。その点においては君も彼を見習った方がいい。はいはい、あなたの慰め方はとても特別だって。もっと早く気づくべきだったわね。じゃあ教えてくれるかしら。私たちが今いる場所は私の夢の中？それとも、現実の虚数空間なの？少なくとも私は、デュランダルの説明を聞いただけで、これほどリアルな場所を夢の中に構築できるとは思えないわ。確かにそうだね。僕たちは聖フレイヤ学園をほぼ通っただろう？その時までは、何の疑いもなく、すべて君の記憶だったんだ。しかし今、僕たちは君の記憶にはないこの場所に来た。つまり、現実の君がすでに虚数に感染したか、もしくは他人の夢と結びつき一つになりつつある。僕から見ると、最も可能性の高い状況はおそらく、二者が同時に起こることだ。だから気になるんだ。ハイペリオンは月の軌道にある。それなのに、相手はどこから、どんな方法で君に干渉した？そして、なぜ彼らはそうしたんだ？
分かっててわざと聞いてるのよね。オットーならそう口にするときはもうすでに何かを思いついてるはずよ。いいだろう。もったいぶるのはやめよう。ハイペリオンが虚数空間の侵食を受けていることを前提とするなら、理論上僕たちもそれを通して侵入してきた主体と接触できる。だから今の状況はさっぱりわからないが、黒幕に接触する絶好のチャンスでもある。ただここは果てのない砂漠だ。僕が迷宮を作るとしたら、敵にバックドアを残すなんてバカな真似はしない。私たちが唯一得られる結論は、座して死を待つしかない、なんて言わないでしょうね。まさか。ただ君の想像力が常識にとらわれていただけだよ。体内で飼っている獣のことを思い出してみるといい。奴が何を飲み込むことができるのかをね。ただの崩壊獣？ただの崩壊エネルギー？それとも、虚数の造物である限り、それは食料になるのだろうか？それって。ああ、いい反応だ、テレサ。忘れるな。君の夢も崩壊の一部だ。現実と幻が溶け合う場所では、君のヴィシュヌこそ、正真正銘、全能なんだ。つまり、ヴィシュヌの力を使って、セーフレイヤーに現れるはずのない元凶を飲み込めと。そして、その上の夢もすべて。なんだ、狂ってると思ってるのかい？だが胸に手を当てて、己の心に聞いてみると、君も気づくはずだ。こういう特殊な条件下で、それは確かにできることだと。さあテレサ、ウォーミングアップの時間だ。いいぞ、その勢いだ。思い切り成長するがいい、ヴィシュヌ。
よく頑張ったね、テレサ。ヴィシュヌは圧倒的な力を手に入れた。夢を飲み込んでも問題にならないはずだ。じゃあ、あなたは？僕に何か特別なところでもあるのかい？どんな夢でも目覚めるときは夢に現れたものは夢の主自身に戻る。僕だって例外じゃない。違うの。そういうことじゃないわ。だから、まあいいわ。もうどうでもよくなったから。これが家族と別れるという感覚なんだろうね、テレサ。夫アポカリプスはどうしようもない悪人だ。しかし、君の人生の大事なタイミングで、彼は確かに君のためにいろいろ動いた。あの時、彼は何でもできるように見えた。もし彼が味方でいてくれたらどうなっただろうと、君が思わず想像してしまうほどにね。テレサ、人はみんなそうだ。年長者がいるとき、誰もが自分と心を合わせて協力してくれることを望む。でも、あなたは、いいえ、本当のおじい様だって、結局、私の鏡に過ぎない。もちろんさ、君にそんな覚悟があるのは喜ばしいことだよ。それ彼にとっては君も鏡だよ。彼は君の潜在的な悪を映した。それと同時に、君も彼の潜在的な善を映した。家族、友人、ライバル、そして敵。彼らがいるから、僕たちはより全面的に自分について知ることができる。ありがとう。でも、本物のおじい様は、そんなことは言わないわ。当然だ。彼は結局、ただの愚者だからね。ああ、ようやく見つけた。ここだ。ここは、典型師かしら。正確に言うと、とある蛇の信者たちが今、夢に見ている典型師だ。蛇の信者。彼らは数十万人もいて、全世界の各分野で活躍してるって。ジャッカルが自慢げに語ってたけど、どうやらそれは事実のようね。
具体的な数字はわからないが、孫子が戻ってきてからヨルムンガンドは情報提供者に困ったことがない。喜んで助けてくれた者もいるが、もっと多いのは集合的無意識というものに従うやつだ。特に精魂の強さと意志の弱さにあまりにも差がある者においてはな。さて、ジャッカルとハイヘビだけが興味を持つような話はやめよう。行こう。私の店で一杯飲むぞ。冗談じゃなかったのね。ん？お願いだ、ライデン・メイ。私が何か飲みたいと言ってる時はいつだって本気なんだ。分かってるだろ？座れ。何か飲みたいものは？ミルクで。本気か？殺菌済みで無脂肪を。バーに来た未成年者に飲ませるにはぴったし。そう言ったのはあなた自身よ。お前って結構根に持つタイプなんだな。どうぞ。レインボーミルクだ。天然着色料と特別に DHA と植物性カルシウムも入れておいた。お前の成長の味方になるだろう。ミルクを使った特製ドリンクね。クーのアイディアだ。作るのは結構面倒だが、今は夢の中だからな。手間が省けた。意外と口当たりがさっぱりしていたわ。もっと褒めてもいいぞ。けど、渡りガラス。この味覚も、夢の中にいる造物との交流によるものなの。相変わらず鋭いな。こう言おう、ライデン・メイ。お前が今感じた味覚は、そのほとんどは私の味覚だ。もしくは、もっと正確に言うと、私が記憶している味だ。なるほど。夢を通して互いの経験と感覚を共有するってわけね。確かに、今までにない体験だわ。ほら、安らかな夢にも、小さなサプライズがあったりする。そうだろ？渡りガラス。まさか今さらヨルムンガンドを代表して私を説得しようとしてるんじゃないでしょうね。まさか私を買いかぶりすぎだ。ただ最後の一杯ももうすぐ終わる。ところで、ここは私たちの初対面の場所だったよな。そうなるわね。あの時、私たちはお互いに注意を向けてはいなかったけど。そう言うと思ったよ。何事も譲歩しようとしないお嬢様。どうだった？この半年間の蛇と共に暮らした生活は楽しめたか？それはどうでしょうね。でも少なくとも友人はできたわ。そうか。あなたは？
私？私ももちろん楽しかったよ。けど、お前がそこまで言うなら、もちろん選別を受け取ってもらうぞ。どんなものか分かってるよな。問題ないわ。制服の雷はもう一度勝つことを拒んだりしないから。そう？ここは楽園とは全く違う元凶だ。あまり油断しない方が身のためだぞ、雷の律者。黙っていないで話に付き合うよ。強風に私に服従しなさい。ライデン・メイ、お前が選ぶ道を見ているといつも感心してしまうよ。だが理解してもらわないとならない。お前がヨルムンガンドを抜けた瞬間から組織の誰もがお前にとって敵となる。始めようか。ちょっとは私の機嫌も取ってくれないか。降参。楽園にいた頃より今のお前の方がずっと強い気がするぞ。そう？むしろ相手が思いっきり戦わなかったせいだと思ってるけど。それはどうだろうな。すまないね、メイお嬢様。悪いけど、北進一刀流の伝承者として同じ手に二度もやられるわけにはいかないわ。
いいだろう。この手もダメだったとはな。私が負けを認めれば、誰かさんならきっと油断すると思ったのに。忠告してきたのはそっちでしょ。ヨルムンガンドを抜けた瞬間から組織の誰もが敵となる。傭兵の肩書きを持つナターシャさんの前ならなおさらよ。そうでしょ。まいったよ。はいはい、今度こそ手札を全部使い果たしたよ。うまくいけばこのままお前をニューアトラに連れて行こうと思ったんだがな。ニューアトラ？成婚計画を実行中の人々が生活する場所だ。クーもそこでのキャンプを楽しみにしてる。全員をそこに移すほどヨルムンガンドは優しくないはずよね。全くもってその通りだ。普通の奴らはおそらく蛇が織りなす夢に入り、そのまま眠るだろう。アポニアならこのやり方に賛同するかもしれないな。そうだろ？だけど私は彼女じゃないわ。少なくとも私は自分の力。ライデン・メイ、どうかしたのか？この力は。大丈夫よ、渡りガラス。結果的に、あなたと彼女は貸し借りなしになった。それでいいと思わない？ごめんなさい。迷える子よ。この強制的な夢の中で、あなたは遥か向こう岸まで漂い、知ってるのによくわからない自分に会うでしょう。でも、怖がらないで。そこであなたは、一番大事な人と再会する。そして、彼女と共に、幻想の中にのみ存在するはずだった。だって、人類の最低義より、世界の最低義の方が、ずっといい選択肢でしょ？おやすみなさい。ライデン・メイ。あなたと、あなたの仲間に、
お父様、私たちが命を持ってるなんて不思議だと思わない？え？どうして私たちが命を持ってるかわからないの？お父様、どうして世界が存在してるか説明できる理屈を思いつかないの？メイ、外ではそういう話をしちゃダメだぞ。どうして？誰もそんな質問を好まないからな。外でそんな話をしたら精神的な病気を患ってるか、それとも変な薬でも飲んだかと疑われてしまうんだ。でも外の人たちは質問の答えを知ってるの？知らないと思う。でもそれが彼らがそういう質問を好まない理由でもあるんだ。それはどうして？彼らは生活に向き合う勇気が足りないんだ。お前はまだ幼いから、それを体験することはできないだろう。とある可能性を想像してみて。宇宙より広い時空に、あなたの意識、命自体は何度も現れてるかもしれない。あなた自身がそれに気づいてないだけ。僕自身が気づいてないなら、それってつまり、その仮説が存在してもしなくても、大して変わらないってこと？そうでもないかな。考え方によっては、世界や人生に対する君の見方に多少なりとも影響を与えるだろう。そうかな。例え話をしましょう。貧しい人と富豪が一緒に日向ぼっこする話を聞いたことはあるかしら？ああ、一生使い切れないほどのお金を稼いだ富豪でも結局最後は貧しい人と同じように日向ぼっこしてるって話だろ？ええ、とても有名な奇弁よ。そうでしょ？富豪にとって日向ぼっこは自身が持つ多くの自由の一つに過ぎない。だけど貧しい人は日向ぼっこする以外の自由をほとんど持ってないの。君のその例え話を聞いたら、さらにわからなくなってきた。メイが言いたいのは、同じ結果でも過程も同じとは限らないということだ。特に哲学において、問題は答えよりも重要だから。なるほど。スーが今言ったように、それは一つの面でしかないわ。でも物語に出てくる富豪が日向ぼっこする以外の自由を持ってるように、私たちは並行する真理を通して世界に対する自分の認識をより遠い場所へ届けることもできる。つまり私の本当に言いたいことは、ある実験を思いついたの。私が今話した観点が成立するかどうかを検証できる実験をね。でも今のところ肝心な証人がいないのよ。しかしメイ、そういう証人は本当に存在するのだろうか。宇宙にループ現象が存在するとしても、その過程自体僕らの知らない歴史を壊せるほどだよ。それは外部で宇宙の運命を支配する真理たちが宇宙の内部に手がかりを残してくれているかどうか次第だと思うわ。この視点から考えると、論理学の不完全性定理は私たちの味方になるのよね。だって
宇宙自身でも因果関係において無矛盾のループを成立させられないなら、それがどんな体系でも時間があれば観測者は必ずそのほころびを見つけて、そして新たな真理を見抜く。どうだった？検査結果は間違ってなかったでしょ？私の言うようにエリシアは本物の律者だって結果が出ていたはずよ。ええ、少し面白い話なんだけど、あなたのような律者の出現率を計算したことがあるの。小数点の後に30から35個のゼロが必要だったわ。本当に？でも私はかなり普通だと思うけど。主観的な感覚で言うなら確かにそうかもね。偶発した対称性の破れにより、あなたは終焉という束縛から逃れられた。少し変わった表現になるけど、まるで誰かが熱力学の法則を無視して氷でコップの中のコーヒーを沸かしたみたいだったわ。わあ、それって宇宙でもめったに見られない不思議な光景になるわね。ありがとう、メイ。これからすることにもっと自信が持てる気がするわ。成功を祈ってる。もちろん成功させてみせるわ。あなたが私の幸運を保証してくれたんだもの、メイ。ヒオオガのみんなに好かれてるわけじゃないけど、誰もあなたの能力を、貢献を否定できない。これからの私の行動は、メインが作り出した全てを頼りにすることで、ようやく本当の意味で未来に収穫をもたらすことができるの。メインには私のように崩壊に帰る方法はない。ケビンのように崩壊に抗う力もない。だけど、あなたは知恵でこの世界の本質を見抜き、渦に飲まれた人々が唯一進むことができる方向を導き出した。もちろん、取り返しのつかない過ちも受け入れられない犠牲もあったけど、こんな理不尽な世界を相手に、他にみんなを率いて進められる人はいないでしょ。ありがとう。でも本音を言うと、みんなが私を怖がってるのは犯した過ちのせいじゃない。そうよね。確かにそうかもしれないけど、でも私から見ればそれはみんながメイを信頼する大事な理由の一つでもあるのよ。ケビンはきっと一番わかってくれてる。そうでしょ。そうだ、今の話そのまま彼に伝えていいから。何をしてるの？え、あ、いや、何でもない。計画変更の状況について話をしていたんだ。成婚計画の執行者がケビンに変わった理由は理解できるけど。だけど、事前に僕に連絡するべきだよ、メイ。ケビンに言われなかった？彼自身が申請を出したのよ。わかっているさ。ただ。誰もが、前へと進めるように。背中を押してくれる何かを必要としている。あなたもそうだし、
彼もそうよ。ツー、もしあなたが成婚計画を担当するなら、私たちはその選択肢を失うことになるでしょうね。戦略的な意味でケビンの分析は正しいと思うもの。私、何か間違ってるかしら？いや。なら、組織という視点からこの決定を受け入れてもらうわ。わかった。あなたの気持ちはわかるの。ただ、個人の好き嫌いで戦略の価値を計りにかけるべきじゃない。成婚計画は最悪の計画でしかない。けど、文明が宿命から逃れるための最後の保証として存在しなければならないの。たとえそのせいで自分が大事にしていた命、栄誉、価値を犠牲にすることになっても。ケビン、最近のことについてあなたはどう思ってる？それはどのことだろう。このことから話しましょう。私はあなたの仲間たちに完遂できない計画を担当してもらってる。人には理想化された目標が必要だ。無理と知りながらもあえてやろうとする。それが徒労だとしても絶望よりマシだろ。じゃああなたの場合は？彼らと違ってあなたは確実に成し遂げられる計画を背負ってる。そうだね。僕に対するみんなの信頼を感じているよ。もちろん使命に恥じないように全力でやるつもりだ。そんなことは聞いてないわ、ケビン。私は崩壊、人類の運命を研究してる時や、少しでも真理を発見した時、楽しさを感じられる。でも、あなたは何を得られるの？あなたの志はここにない。そうよね。自身の価値を見出す君の姿を見ていられるだけで、僕は満足だよ。ケビン。仲間を導くリーダーとして、あなたは人には理想化された目標が必要だって言ったわよね。それならあなたの目標が私じゃダメでしょ。関係性はどうあれ、私はあなたとは違う、もう一人の人間。そんな他人の心を目的にするなんて、少なくとも私にとっては一時的な感情に過ぎないわ。メイ、僕は。誤解しないで。別に今から帰ろなんて言ってるわけじゃないの。だけどケビン、あなたはよく知ってるでしょ？私は融合戦士になるための条件を満たす体を持っていない。あなたの人生はまだまだ長い。いつかの未来で、あなたは私に別れを告げ、自分の道をもう一度探すことになる。その道は誰かの付属品であるべきじゃない。たとえ相手が私だとしてもね。ケビン、あなたにとって命の最も素晴らしいところはどんなところなの？本当のことが聞きたいのかい？嘘をついてもせいぜい3秒ぐらいが限界かしら？もちろん私に出会えたことなんて答えは受け付けないわ。わかった。少し考えさせてくれ。ああ、
こういうのは少し変かもしれないけど、昔まだ学校にいた頃、男子たちで授業をサボってエデンのコンサートに行ったことがある。あの時に感じた自由な空気に命の素晴らしさを感じた。そんな一度限りのことだったとは。さすがあなたね。その時のあなたはこう語ったんでしょうね。だって僕は高校生だよ。天真爛漫で楽しく生きてる方が僕らしい。そうだな。みんな変わった。いや、メイ、僕たちの中で君だけが変わっていない。君がずっと追い求める真理のように。真理が人のように変わるのなら、この世界はもっと美しくなるかもしれないわね。ケビン、私にとって命の最も素晴らしいところは、真理の造物でありながらも己の力で真理を認識し自分のものにするところよ。ただ、あなたの知ってる通り、私たちの認識が深くなるたびに、この素晴らしさの奥に隠れた残酷さもより際立つの。知らぬが仏。過去にあった幻の信仰も、例の黄昏の街の預言者も、どちらもそう主張してるわ。だが、君は違う。当然よ。これが野心というものかしら。公理の視点で人は進まなければ逮捕するのみと言うけど、少なくとも私にとっては、いわゆるこうであるべきという好奇心こそが人を進ませるもの。小さい頃のあなたがこんな質問を考えたかどうかはわからないけど、つまりね、私は父親にこう聞いたの。お父様、私たちが命を持ってるなんて不思議だと思わないってね。不思議？そうよ。宇宙の万事万物はこんなに豊富なのに、どうしてよりによって私が私の命を感じてるのかしら。私はどうして生まれたの？どうしてこの地球に？どうして人類として生まれた？どうしてこの時代に？どうして女性として生まれたの？そしてどうして私はケビンの目を通してメイを観察してるんじゃなくて、メイの目を通してケビンを観察してるの？ほら、答えられない質問が山ほどあるでしょ？そういえば、物理の電子は区別できないという説を知ってる？ああ、聞いたことがある。素粒子として電子は実際の物体のように互いを区別できる特徴を持ってないからという話だろう。ええ、だからこういう説もあるの。全宇宙の電子は一つだけ。それは高次元であらゆる時空を通り抜け、私たちが思う一つずつの電子として同時に存在する。それは一風変わったロマンがある話だな。よりロマンチックな説もあるわ。例えば、とある哲学はこう主張してる。宇宙は繰り返された運命の積み重ね。中の意識たちは公共の魂の特殊な状態でしかない。
輪廻のような迷信的な言い方で簡単に説明すると、今世の私は来世で黄昏の町の犠牲者になり、来世の来世ではロボットのプロメテウスになるとかね。それは客観的に言うと、一部の人たちにとって言葉では表現できない恐怖は、もう一部の人たちにとっては手に入らない救いになることもあるの。でも私にとって少なくともそれは一つの面白い思想実験だった。世界の容量と命の重さを理解するためのね。もちろん全ては所詮奇想天外な思想に過ぎない。表現が抽象的であれば、それを証明することも否定することもできない。だから認識の領域において、それは一種の逃避に過ぎないわ。つまり人はいずれ真理と向き合うという意味なのか。ええ、完全な真理はそもそも不可知だけど、そういう形而上学の欠陥は本当は人類の視野以外のことを語ってるの。自然に対する探索により、人々の目に見える真理は徐々に広がっていく。それは様々な面において有限である私たちにとって十分に多い。数学の先生から不完全性定理を教わったと思うけど、実はどんな物理学の結論も数学の論理においては一時しのぎに過ぎないの。人がまとめた法則である限り、それには応用範囲がある。そしてその範囲を超えたものの説明ができない。どこにでも適用できる真理というのは、最初から哲学者が考え出した怪物よ。そういう唯一の思想による毒は、むしろそのメリットをはるかに超えてる。でも知ってる？本当の面白さは、このすべては結局真理に向き合うことの魅力を大きくしてるだけってところ。誰もが魂の震えを感じるほどにね。僕は全部理解できているかわからない。でも一部のスポーツのように本当の意味で自分のものにできないから、人々はそれに魅力を感じていると言いたいのかい？もちろん、いわゆる思考はこの宇宙で最も偉大なエクストリームスポーツだって私はずっとそう考えてきたの。どう？あなたの彼女は考えてたよりもずーっと狂気じみた人間でしょ？何しろ僕たちの世界はもともと狂気じみている。僕だ。ご苦労だった。無数の派生意識の中で自我を保つ、それは君にとっても決してたやすいことではない。構わない。計画に必要なのはこのタイミングで君が現れることだけだ。
今までずっと隠れていたとしても、君は使命に恥じる必要はない。無論、彼らにも自分自身を証明する機会がある。しかし同じように、彼らも己が何に挑んでいるか理解しなければならない。確かにそれは不確定要素だ。後ほど僕から彼女に会いに行こう。ああ、僕は計画通りに少しずつ終焉の力を背負い、そして決まった道を最後まで歩き抜く。5万年間の待ち時間はもう終わりだ。ご苦労だった、17号。これからは安らかに眠るといい。はじめまして、テレサ・アポカリプス。誰？私はケビン・カスラナの影、カスラナの聖魂の人造意識だ。便宜上聖魂の意志と呼んでも構わない。聖魂の意志？確かジークフリートがそんな話を。違う、彼はどうして私の夢にこの何もない最深部に現れたの？私にとって相手は聞いたことがある程度の存在でしかないのに。どうやらなぜこのような状況に陥ったか理解していないようだ。お前は七重の夢を飲み込み、意識の境界までやってきた。しかしそれは目的地のない冒険だった。お前はなぜ己がここにいるかわからないままだ。いいだろう。ここに至るまでの経緯を見せてやる。お前の自称反抗的なとある生徒の話から始めよう。これは本物のケビンは聖魂計画を始動させようとしたが、ライデン・メイは彼のやり方に賛同しなかった。彼は自由を与え、彼女の思う正しい行いをするチャンスを与えた。聖魂計画？そう、すでに動き出している聖魂計画。それは月の近くを飛ぶハイペリオンにいたお前が夢に囚われ、最終的にここにやってきた原因でもある。ここはカスラナの聖魂空間の核心となる地帯まで
あと一歩の場所。本物のケミンがかつて残した暗闇の残影だ。だが、それより、お前は成婚計画の方が気になる。そうだろ？あなたの言葉が本当なら、地球上では数多くの人たちが窮地に陥ってるはずよ。どうすればここを出られるの？私の試練をクリアし、本物の成婚覚醒者になればいい。そうすれば、成婚計画がお前に与えた束縛も、おのずと消えてなくなる。運命の申し子の聖書は、お前のために開かれ、この世界に起こる巨大な変化から、逃れられるだろう。そんなことより、あなたが本当にカスラナの成婚の意思なら教えて。どうすれば私は成婚計画からみんなを救えるの？あなたの言う通り、災いがすでに起こってるなら、今の私に必要な情報はどうやり過ごすかってことじゃないって分かってるはずよ。ああ、そう焦ることはない。今実行されている成婚計画は天球実験のコピーではない。それに、ハイペリオンにいるお前がなぜ巻き込まれたかを理解すれば、今後の展開を把握するのに役立つはずだ。まずはお前を安心させてやろう。今のところ、成婚計画のせいで本当の意味で命を失った者はこの地球上では一人もいない。だから慌てるな。その裏で何が起こっているのか知る時間はまだまだある。ケビンと渡りガラス、それも最近のことなの？待って、どうしてあなたがそういうヨルムンガンドの内部の状況を知ってるの？言ったはずだ。私はカスラナの成婚の意思。お前の夢の一員ではなく、この世に存在する成婚の管理者だ。本物のケビンから記憶を少々入手する方法だって当然ある。それに、成婚計画によって私たちの教会もどんどん曖昧になっている。それってあなたとケビンの教会、それとも、あなたと私の教会？どちらもだ。私が言ったように、今のところ、この地球上で、成婚計画のせいで命を失った者は一人もいない。なぜなら、具現化した成婚が人類にとって変わることが、この計画のゴールだからだ。そして人類は夢となり、過去の成婚空間と一体化する。どういう意味かはさておき、それは確実に私の状況と関係がある。その点は間違ってないのよね？その通りだ。月は成婚計画の要。何も知らないまま月に近づいたお前は、そのせいで一人目の犠牲者となったが、
美酒の特有の性質により、お前は夢に落ちぶれることなく、あらゆる元凶を飲み込み、ここまでやってこられた。待って。つまり、普通の人間なら、最初の夢に浸ったままになってたっていうの？私が夢で見た、姫子とみんながまだいる、セーフレイヤーのような。そうだ。彼らの意識は聖魂と同じ存在の形に変化し、実数世界から虚数の隙間に退く。そしてその代わり、聖魂の中の思想は実体となり、徐々に外側の空間に降臨する。それらは向かい合い、安らかに眠る人類にとって変わるのだ。聖魂が人類にとって変わる。でも聖魂計画って、人類の中から全ての聖魂覚醒者を選別する計画じゃなかったの？聖魂覚醒者の価値は非常に貴重だが、所詮聖魂と人類の交わり、聖魂計画の最も原始的な保証に過ぎない。例を挙げよう、テレサ。物語の人物が降臨し、独自の世界を構築し、それぞれが無限の可能性を未来へとつなげる。そんな世界は、今の世界と比べて、どうだ？わからない。でも、悪くないと思うわ。では補足しよう。その世界では、物語の人物に少量病死などなく、世界が滅びるような危険もないなら、どうだ？ただ、悪くないとだけ思うのか？それは、まさか。何か心当たりがあるようだな。では、このようにまとめよう。もし、天命の理念が、正しい運命を見つけることで、ネゲントロピーの理念が間違った運命に逆らうことなら、ヨルムンガンドの理念は運命そのものを超えること。その三者に上も下もないが、人類の歴史に幾度も現れたように、互いの目的が相入れなくなった時、正義同士の間に摩擦が起こることは避けられない。でもヨルムンガンド側にとって、聖魂計画は確実に終焉の律者の降臨を阻止できるから、他の代価は計算する必要はないって言いたいの？そんなに簡単な話ではないのかもしれないな。私が話したように、今の聖魂計画では、聖魂は人類にとって変わる。彼らは人類の文明を全て継承する。そうすれば、惑星の視点から考えて、地球は何かを失わずに済むだけではなく、何らかの昇華を迎えることもできる。地球が、夢に閉じ込められているお前にとっては、まだ抽象的すぎる話だろう。無理して理解するより、この5万年前の記憶の方が、お前にとって価値があるはずだ。これは、
かすらな一族の起点の一つでもある。ケビン、初めて自分の子供に会ったわけだけど、何か感想は？この子は彼女の…そう？目の部分はあなたの遺伝子を元にしてデザインしたんだけど、だって母親は生まれつきの近眼だったから。まあいいわ、今はジョークを言ってる場合じゃない。この子が将来何を担うか分かってるのよね。彼は僕を殺すかもしれない。あら、急に覚悟のある言葉を口にするのね。ああ、そんなことしか言わないなんて、彼女との子供を持つ資格はないわよ。事実を述べたまでだ。いいでしょう。私も事実を述べることにするわ。私は終焉の律者が降臨するときに、その体をハッキングする。そうすれば、次のリンネが来るとき、私はこの手であなたたちの子孫を皆殺しにできるかもしれないわ。どんな父親になるかは、あなたの自由だけど、同じ英傑として、一つ忠告してあげる。あなたが成婚計画を背負ってる以上、メイの子供も巻き込む必要はない。終焉が降臨した後の世界は、あまりにも広いんだもの。リンネが再び回り出すまで、人として生まれた自由を満喫する時間が、彼にはたくさんある。あなたたちは、そういう自由が大好きなのよね。そうでしょう？安心なさい。成婚計画は絶対に公平よ。この世界に降臨する資格を持ったら、終焉も、運命も、人類も、あなたさえ、綺麗に粉砕できるわ。それは願ったり叶ったりだ。とにかく、私たちは地下の洞窟で暮らしてるだけ。ああ、この避難所の話をしてるんじゃないわよ。私たちは原始人なの。洞窟の入り口に背を向け、手足を縛られて地べたに座って、後ろから照らしてくれる炎を頼りに、目の前の石壁を見ることしかできない。たまに炎の光によって石壁に何かの影が見える。それらの影が私たちの目に映る世界のすべて。ほとんどの原始人にとってそれは別に悪いことじゃない。彼らはそれらの影に己の全力を注ぎ、そして作り出された物語を崇拝し、称える。でも、もし長い時間の後、ある原始人が鎖を振り切って、洞窟の外に行ったらどうなると思う？きらびやかで美しい世界を目にする。そんなこと言うまでもない。ただ、彼はそのまま外に残るか、それとも仲間を助けようとするか。あなたはどちらだと思う？彼の仲間が助けを必要としているとは限らない。だが、彼にとって、やらなければならないことも同様に存在する。その考えは面白いわね。けどケビン、まさか、自分のことを影を照らす炎だと思ってないでしょう。どれくらい理解したかははっきりと言えないけど、なんとなく
ケビンや他の人にとって、聖婚計画は、崩壊に勝つ以外にも意味があるように見えるわ。聖婚には、彼らの知識と、お前たちの歴史が記録されている。先ほどの例え話で言うと、文明にとって、おそらく人類こそが壁にある影で、聖痕は洞窟の外にある真実のすべてだろう。人類は過ちばかり犯すくせに、自ら甘んじて落ちぶれる。美しいものを作りながら、よく壊す。それが、彼らが常に失敗に支配される原因でないとは言い切れない。自分で自分を持ち上げてるの？聖痕の意志。いや、一つの概念を述べているまでだ。本当のイデアと比べて、覚醒後の人類と比べて、私はまだまだだ。イデア？イデアは人類と聖痕の共通のゴールだ。少なくとも、5万年前から遺伝子に聖痕を刻まれているお前たちにとっては。お前は、律者をよく知っているだろう。イデアは、律者と対になるもう一つの極地だ。外見的な特徴から言えば、二者は極めて似ているが。しかしお前は、イデアを目撃したことがない。天元のことも知らない。故に、お前の理解できる言葉で聖痕計画のことをこう訳すとしよう。律者に呪われた人類を捨て、もう一つの礎石で文明を再定義する。文明を再定義する？ああ。お前は把握しないといけない。一部の理念においては、人類は文明の踏み台でしかないということを。それが理解できないなら、自分の宿命と向き合うところから始めるといい。行け、テレサ・アポカリプス。それはお前がいずれ向き合わないといけない試練だ。これは、どこもかしこも氷だらけ。ケビンの夢の中なのかしら。ここはカスラナの聖痕空間の最深部だ。キマイラ計画の意味から考えれば、確かにこれは彼の夢の中だ。キマイラ計画？お前も知っていると思うが、いわゆるカスラナの血筋の源は、ケビンと融合した崩壊獣の遺伝子にある。多種多様な崩壊獣の力が彼の中で交わり、融合したから、キマイラという呼び名ができた。しかし知られていないのは、ここも聖痕空間が存在する起点であるということだ。どういう意味？ケビンが
聖魂空間の起点なの。どうやってここに来たか覚えているか、テレサ・アポカリプス。それは夢を飲み込んで、そしてあなたの導きがあったから。ああ、見ての通り、聖魂空間は一定の条件下で夢とつながる。夢は崩壊の考え方だからだ。それはビシュヌが夢食いできる本当の理由でもある。とても不思議だろ。人類は時間の流れを通して考える必要があるから、お前たちは時間が混乱する夢をなかなか理解できない。私にとっても同じだ。だがそういう混乱が現実以外の空間を作り、とある計画のためにあるドリームキャッチの可能性を生み出した。その状況下なら、たとえ聖魂の力と一つになれなくても、自身の実体を夢と交換し、己の代わりに聖魂を文明の礎石として存続させることができる。最終的にこの地球は聖魂空間に置き換えられ、そして文明もそこから新たな旅を始める。その過程は世界の両端で同時に始まる。虚数側ではそれは最初の聖魂空間、現実側ではそれは終焉の帰る場所、かつての無数の文明の終点だ。それって月のこと？無論だ。言ったはずだろ。月周回軌道にいるお前が真っ先に聖魂計画の影響を受けた根本的な原因がそれにあると。でも月が聖魂計画をスタートさせる一つの地点なら、もう一つの地点は私たちが今いるこの聖魂空間なの？その通りだ。それで天命の新たな主教、お前は何を選ぶ？抗うことを諦め、改めて夢を満喫することもできるし、限界に挑戦して己の聖魂を覚醒させることもできる。あるいはここが夢とつながってる以上、私がこの地点を飲み込めば聖魂計画とやらを阻止することもできるのよね。大した勇気だ、テレサ・アポカリプス。だがそうしない方が身のためだろう。私が力不足だから。いや、そういうことを言っているわけではない。ああ、やはり彼が来たようだ。急にどうしたの？はじめまして。新たな天命の主教、僕はケビン。ケビン・カスラナと呼んでもらって構わない。ここに来ているということは、聖魂計画について多少なりとも知っているということだろう。今までヨルムンガンドは崩壊に対抗する勢力の敵になることを避けてきた。だから今回は君たちも崩壊に打ち勝つ唯一の道の邪魔をしないでくれ。ほ
崩壊に打ち勝つ唯一の道。漁師の海を出てから僕はずっと君たちを観察してきた。そして虚空板書を通して君たちの歴史も把握した。これまで君たちは多くの努力をし、当時の僕たちよりもずっといい結果を手にしている。しかし終焉と対峙するにはまだ力が足りない。終焉の律者、まさかもうすぐ降臨するの？これは一つの均衡だ、若き天命の主教。少し前にヨルムンガンドに協力したライデン・メイが第十二律者を鎮圧した。それは君たちが全文明と同じ道をたどっていることを意味する。原理的に言えば確かにヨルムンガンドには終焉の降臨を 1,2 年ほど遅らせる方法がある。しかし僕たちがそういった行動に出れば、終焉の律者の性質は一つ前の世代と全く違ってくる。断りの律者から侵食の律者、そしてライデン・メイたちの羽化まで、曲折しながらも今13種の律者による終焉の力は全文明と完全に一致した。それは僕たちが唯一外から内に至るまで把握した終焉の形式でもある。一人目の律者が誕生する前の状況はさておき、今こそ僕たちが聖魂計画を遂行するとき、完全に崩壊に打ち勝つことができる唯一のチャンスがやってきたんだ。それって開演場の時からあなたはずっとチャンスを待ってたってこと？分かりきったことだと思うが、これは唯一のチャンスだ。そしてそれが現れるまでヨルムンガンドはできるだけ聖魂計画の副作用を減らしてきた。でも私の知ってる限り、それは人々の死刑を無期刑に変えただけよ。どう比較するかは君の自由だが、この方法の他に地球の文明に別の道があるとは思えない。僕は5万年前に全てを経験した。そして言ったはずだ、君たちは崩壊のことを何も知らないと。テレサ、君の目には憤怒が満ちているが、それを誰にぶちまけていいか分かっていない。それなら僕が君の品位を試そう。ここはカスラナの聖魂空間だ。どのカスラナの力もここでは完全に対等になる。さあ僕に挑むといい。戦うことこそが問題を考える本当のやり方だ。君たちの言う天命を僕は知っている。君たちは自分の目に映ったものが文明、君たちが代々受け継いできた姿が人類だと思っている。しかしそれは傲慢な妄想に過ぎない。
僕たちは草木と何の違いもない。火起こし、焼き畑農業、宇宙に行けるようになったとしても、人類はその子供時代からは逃れられない。宇宙ではどんな知恵も存在の仕方の制限を受ける。それは意志で克服できる障害ではない。気をつけろ。鳥がなぜ飛べるか知っているか。終焉の隕石が白亜紀に降り注いだとき、自由な鳥たちだけが決められた滅亡から逃れられた。大した意志だ。残念なことに頭も同じように固いようだが。その程度なら私と一緒に一日中考えることになりそうね。遠慮する。頑固すぎる相手にこれ以上話しても時間の無駄だ。テレサ・アポカリプス、終焉の力が含まれた一撃を受け止めるがいい。これは崩壊を前にして、この時代は輝かしい戦績を残したと言える。しかしだからこそ人々は常に単純すぎる。これが輪廻の中のかけら。他人が作った局面であることを忘れるくらい単純だ。唯一の計画を完遂させる前に、僕は終焉として本物の恐怖を、代表としてここにやってきた君に見せよう。僕はただのケビンだ。カスラナは僕にとってもう何の意味もない。カスラナの成婚の意思だ。ケビン、私に他の選択肢はない。君は彼女を助けられない。結局君たちは崩壊のことを何も知らない。だがお前も自分の子孫のことを何も知らない。今まで私はお前と同じように冷たい傍観者として機械的に使命を果たしてきた。お前の宿命と彼らの無力を嫌っていた。カスラナの名を失った彼女に出会い、運命の中でがむしゃらに進むその意志に触れて、私はやっと自分の愚かさに気づいた。ケビン、お前の子孫は
誰かの駒でも、あってもなくても変わらない命でもない。お前が彼らを死なせる理由は一つもない。覚悟しろ。君はゴーマンの敵や。結末が来る。しかしそれさえも受け入れられないなら、彼らの意志は何の意味もないうめきに過ぎない。聖魂の管理者、その甘さは役に立たない。そろそろ君の使命を終わらせよう。終わらせよう。ケビン、今何をしたの？それは重要ではない。まず君自身に関心を向けた方がいい。かつて僕たちは全力を尽くし、終焉の前で取るに足りないほどの半日を手にした。こうで、あの短いような長いような時間の中で、僕たちが唯一守れたのは君たちだ。で、熱するがいい。悪くない出来だ。五万年前であれば、君はあの終焉の戦いに参加できただろう。ただ今の聖魂計画に余計な変動は必要ない。そして実力がかけ離れているこの戦いも、これ以上続ける意味はない。これでお別れだ、テレサ。私たち、しばらく会ってなかったわよね。挨拶
してくれないの？プロメテウス。こんにちは、メビウス博士。私は17号です。この地で再会できたことは嬉しく思いますが、このような自殺行為を選んだ理由については理解しかねます。自殺？あら、あなたからしたらこれ。臨時演算の結果によれば、終焉が実行された今、あなたの生命機能は約30分後に完全に停止します。まあそうなるでしょうね。でもそれはあなたにとっても同じことよ、プロメ。私は17号です。メビウス博士、私は AI ですので自分の意思を自由にアップロードすることができます。しかしあなたの場合。なるほど。私にはできない、そう言いたいのね。融合戦士は自らの肉体に大きく依存する形で存在している。残念なことに今は他の型番のプロメテウスたちとは連絡が取れない。そうでなければ聖魂計画と第8の神の鍵の共通点について教えてくれるはずよ。私の危ない綱渡りを心配するより、自分が実行する計画に専念した方がいいんじゃない？何しろあなたはあの女がエリシアが切り開いた道をたどって、彼女とは全く異なる偉業を成し遂げるんだから。あなたは人類が虚数の彼岸に投げ込むトロイの木馬となり、崩壊に思考という枷をかけ、厄災を人為的に設定した軌道へと導く。それが何を意味するかわかるかしら？人間の思考方式を模倣することができなくなります。ずいぶん軽々しく答えるのね。この星と虚数空間をつなぐ通路、これからあなたが行う侵入によって、そこに無数の平行意識が生まれるの。虚数繰り込み群、メイが付けた名前は知ってるわよね。それらの存在そのものが崩壊が発生する法則を定め、リッチェの力にまつわるあらゆる投影を最大限に固定する。つまりあなたが次の時代における対崩壊戦争の最大の功労者、断りの律者をはじめ、彼らが遭遇することになる律者は全て私たちの歴史と同じになるの。ただその代価として、あなたの意識も彼らの一員となり容赦なく飲み込まれる。唯一存在するバックドアが正しく起動されなければ目覚めることはない。でもあなたが呼び覚まされた暁には、あなたもしくは全ての繰り込み軍が死ぬことになるわ。問題ありません。最初から本物の人間の思考を持てるとは思っていませんでしたから。偽物の構造である以上、捨てることを苦しいとは感じません。
ゼロ号に比べて、あなたのそういうところが気に入らないのよ、17号。まあ、それもあなただけの無限なのかもしれないけど。そろそろ、お別れの時間みたいね。この世界にさよならを告げましょう、プロメテウス。私は17号です。わかってるわ。でも、そんな冷たい数字や、おぞましい崩壊の意志なんて呼び方よりも、もっと、人間らしい名前を持ってほしい。